はい、エスペラントボキャブラリー増強法、セプテッドクビン、セプテッドクビン。はい、喋るときだったらいつも困るのは、なかなか出てこない。で、一瞬よく間違うのは、マルボルトイ。で、モーラ反対、マルモーラ。どっちがどっち、はい、だから、モーライソフォイ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 。はい、柔らかいソファー、ソファー。マルモーライリグダイセージョイ、マルモーライリグダイセージョイ。硬い木の椅子、硬い木の椅子。うん、イェン、デクストライン。やんまるデクストラ、右や左の皆様方とアルモーズペタント、こじき物乞いが言った、物乞い、インド、パキスタンはともかく、タイ王国、タイランドでは、物乞いは禁止されている法律で、法律で、レッジョって、そうですね。はい、よく間違えるもう一つあった。はい、シュトロンペット。はい、で、シュトロンポが長靴下。女性だけじゃない。昔、ナポレオンの時の貴族とかなんかは、長靴下履いていたはず。そう、はい、長靴下、はい、だからシュトルンポで、エタプリンツ、小さい王子、星の王子様、エタプリンツ。だから、シュトルンペットがソックス。シュトルンペット、ソックス。エスペラントはかなり語源で、合理的に、作ってあるので、マルボルトイ。これによって、たくさん、ボキャブラリーを減らしたけれど、どっちがどっち、どっちがどっちとか、詩を作ったり、ポエムを作ったりするときに、ポエートにとって、詩人にとって、マルボルトイだけだと、使い勝手が良くない。という話も、出てきてしまった。この辺が自然語とアルテファリータリンク語、アルテファリータリンク語、これをどう調整、ハルモニー意義させるか、バランチを良くするか、バランスを、永遠の課題、エテルナタスコであります。